うしてもですね皆さんに説明しておかなきゃいけない概念があるんですよね。B/C、 費用対便益って書いてあるですね文章が費用対効果に変えられちゃうんですよね。勝手に効果じゃダメなんですよ、便益じゃないと。両方ともこれはお金で表せれる単位であります。はい、皆さんこんにちは、ドイツ在住のジャーナリスト村上と言います。よろしくお願いします。まちづくり講座、やっていってるんですけど、キロメートルイズマネーということで、まあ、距離ですよね、交通とか移動とかですね、そういったものを、別の形に組織し直して地域経済をですね豊かにしていこうというですね、そういった話をですね続けていっております。ちょっとこれまでのですねおさらいというか振り返りをするとですね、まあ、人口1万人ぐらいのあるエリアがあったというと、そこの分野で、交通移動ですね、それから輸送貨物、そういったもののために大体ですね50億円60億円というような莫大なお金が毎年毎年チャリンチャリンとですね、定額制で、そのエリアから、売上が立って支払われているというのが事実としてまずはあります。で、その50億円60億円ですね、支払うこと自体はですね、金額が多い取引があればあるほど地域って経済で活性化しますから、構わないんでしょうけど、その多くのお金がですね、5割6割7割といったお金が自動車産業とかですね、港湾、空港ですね、そういったような施設がない、ごくごく一般的なですね、居住区域であるとか、農村であるとか、地方都市であるとか、そういったところだと、素通りして、そのお金は外に逃げていっております。その辺の話からですね、今度は、マイカーなり車っていうものを所有して移動というのを、するのではなくて、サービス業としてですね、何らかの形で交通のやり方組織をですね違う形に転換することで、域内経済循環のですね割合を高めていくことってできないのかというようなお話を、まあ、最初のですね第1回目第2回目等でしてきました。それからですね、そうは言ってもサービス業として交通を成り立たせるためには密度が必要だという話をしました。全然人が使わないのにもですね、そのサービスを提供するということは、市場原理的にですね、不可能ですから、ある程度の人口密度、ある程度のサービスをですね、サービスのために対価を支払うような人たちが塊でですね、ある程度集中していないと、その事業というのは持続可能にですね、永続的に続けていくことができないという話があって、同時にですね、日本はこれから先人口減少ということで、非常に厳しい時代を特に三大都市圏とかですね首都圏以外の部分では迎えるわけなんで、そういったところに向けてですね何らかの形で、密度を維持しようとすると、国土交通省がですね立地適正化計画というので進めているコンパクトシティプラスネットワークというですね、そういった取り組みというのについてもお話をしました。ただし、面でですね、コンパクトシティみたいな話でここに線を引きますということをすると、今すでにですね、居住して、スプロールしてこう広がってるというような、社会状況ですから、そういった中でですね、線引きというのはなかなか厳しいというような現実的なお話もしまして、ショートウェイシティですね、移動距離の短い街ということで、まあ、これ、ドイツの、都市計画者であったらイロハだと思うんですけど、C の取り組み、A、B、C というお話をしたんですけど、C の取り組みで、まあ、集合住宅メインで、1階部分がですね、カフェであれですね、何らかの非住居という混合用地というのを推進しましょうということが起こっております。これって、80年代とかにですね、ドイツでもベッドタウンっていう開発がですね、非常に増えまして、郊外にですね、戸建て住宅が立ち並ぶような、住宅地開発っていうのが行われたんですけど、そこでですね、まあ、様々な問題っていうのが生じて、まあ、昼夜人口がですね、非常に大きく隔離するとかですね、ベッドタウン
の中にですね、生活日常サービスというのを、供給することができないんで交通が生じてしまうとかですね、そんなようなことからその反省として、両距離の短い街づくりというものが出てきたというところがポイントだと思います。ただこの移動距離の短い街づくりですね、よくよく考えていただければ、まあ僕が子供の頃ですね、僕団塊ジュニアの世代なんですけど、子供の頃ですね、地方都市行って街って言われるようなですね、場所であったら、まあ、いわゆる商店街みたいなところであったり、いわゆる下町って言われるようなところであったらですね、どこでも1階部分が商店でですね、それから上とか裏とかですね、そういったところに密集した形で、居住してたわけなんで、わざわざですねドイツの事例を紐解かなくても、うまくですねその経済原理的に交通がですね地域経済を潤すために成り立ってたような、時代背景をですね切り取ったり、地域を切り取ってみるとですね、この移動距離の短い街づくりというのはなかなか共感得られるというか納得されることも、可能かなというふうには思ってます。とは言ってもですね、まあ、車交通というのが今主体的で、車がないとですね何も日常サービスが行われないというのが、現実でしょうから、今回からですね少しじゃあどういう対策をするとですねそのショートウェイシティ、移動距離の短い街になるのかというのをお話ししていきたいと思います。で、今日のメインはですね、その第6回の次回に、そこの 対策のところのですね一番の肝をお話ししたいんですけど、その前知識として、どうしてもですね皆さんに説明しておかなきゃいけない概念があるんですよね。B/C、ベネフィットコストという形で、費用対便益と、あるいは便益対費用というふうにして言われるものになります。費用対便益、費用対、便益ですね。で、費用対便益ですね、これよくですね僕の本でもそうですし、記事とか書いたりする時もそうなんですけど、費用対便益って書いてあるですね文章が出版社のですね構成にかかると費用対効果に変えられちゃうんですよね、勝手に。これってですね便益って言葉自体がですね社会的にあまりこう一般化されてないので、効果の方が分かりやすいし効果が一般的だというふうにして言われて、変えられちゃうような形なんですけど、効果じゃダメなんですよ。便益じゃないと。なぜ便益じゃないとダメかっていうと、費用もそうですし便益もそうなんですけど、両方ともこれはお金で表せれる単位であります。効果っていうと、まあ、最近のですね地方自治体が何らかのですね施策を打つときに KPI というですね、目標数値をですね設定したりするときに、使われている指標みたいなのを見たらですねお分かりだと思うんですけど、入れ込みの数をどのぐらいにするとかですね、それから何らかのイベントやった時の集客の数をどのぐらいにするとかですね、どのぐらいの形で後ほどアンケート調査やった結果ですね啓発の効果というのが現れたかを何らかの形で、評価するみたいな話で、効果っていうのは必ずしもお金でですね現れるものではなくて、基本的にはですねその効果が測られるというふうにして考えれば何でもいいんですけど、便益はもう完全に厳密にお金なんですよね。ベネフィットですから、エフェクトとかですねそういった効果じゃなくて、コストお金、ベネフィットお金で、この B/C がですね一般的に道路とか交通に関わるものについては、公共工事とかですね、まあ、JR がですね今新幹線作ったりなんかするときには 1.1 以上と、1.0 以上ですね、 1.1 じゃないですね、 1.0 以上であるということが、まあ、工事を行うですね前提というところになります。設計の段階でこれは計算しなきゃいけないことにはなってます。で、B/C、最近ニュースでですね、見られた方もいるかもしれませんが、長崎の方にですね、新幹線、延長してるですね、工事の方、B/C 計算、新たにやり直してみたら、0.5 しかなかったという、まあ、0.5 で新幹線作ったらまずいと思うんですけど、0.5 しかなかったということで、便益がですね、十分に思うようにですね、出てこないみたいな話もあったりするんですけど、
基本的にはこれも世界銀行の方からですね、それから各国のですね、いわゆる財務を雇っているところが、まあ、効果が本当にあるのかどうかということで、その根拠として1.0以上を基本的には要求することになりますし、銀行だってですね、何らかのプロジェクトに融資するのに効果が薄いですね、効果というか便益が薄い、対策に対してですね、金銭的な融資というのは行いませんから、この B/C 費用対便益ですね、 1.0 以上ですね、というのは非常に重要な指標になるのかなというふうに思います。で、この B/C の 1.0 を計算する方法なんですけど、例えば道路の場合考えてみましょうか。ここに A 市っていう自治体があって、ここにまあ B 市っていう自治体がありますよね。で、そこのですね、主要なですね、いわゆる旧国道みたいなですね、そういった道路でつながれているような、状況があって、ここはですね、慢性的に、渋滞が行われていると。いうことで、まあ、日本もですね、自転車とか、それから以前はですね、スクーターというのが非常に多く、交通、市民の足としてですね、使われてたり、あるいは以前は人口がですね、密集してた頃はバス交通等もあったんでしょうけど、今も地方都市の方行ったら一人一台でですね、車で移動するようになってますから、同じキャパのですね、道路であると、年々この渋滞がひどくなっていくというような形で、まあ、苦情の電話等がですね、ABC、それぞれにですね、寄せられたり、地域のですね、選出される議員さん、そういったものが、住民の声を受けてですね、これは何とかしんといかんぞということで、ここにですね、バイパスを作りましょうというプロジェクトがあったとします。バイパスですね。で、これ、ここはですね、こまごまとですね、信号があったりとか、交差点部分がですね、狭かったりするんで、まあ一直線にですね、素早くですね、通すようなことが可能になるバイパスを作ると、予測されるですね、今現在の所要時間に対して、このバイパスでですね、新しいルートを開拓した場合に、予想される、まあ、渋滞の時間帯におけるですね、車の、スピードというのがやっぱり上昇しまして、最終的にここでですね、所要時間自体が10分ですね、縮まるというような形であったとします。まあ、こういうプロジェクトがありました。で、バイパス作るためにはですね、初期投資というのが必要ですから、まずコストのところをお話ししますと、 C のコストっていうのは一般的には初期投資の工事費用ですね、初期の工費、はい、が〇〇円というのがあってですね、これは一発で、かかるものです。で、このバイパス、まあ、コンクリート、アスファルトで作るわけですから、まあ、耐用年数というのが大体決められてまして、例えばこれ耐用年数がですね、50年とするとですね、これが、50年でですね、割り戻して、1年あたりに初期投資がですね、初期工費がいくらぐらいかかったかというのが、まあ、計算したらですね、わかると思います。それからもう一つはですね、ラニングコストですよね。ここには、定期的にですね、10年、15年、20年に1回ですね、アスファルトをやり直さなきゃいけないかもしれませんし、補修、修繕ですね、そういったものも入るでしょう。それから、日常的にですね、雑草が生えてきたら切らなきゃいけないわけですし、様々なですね、信号等の設備があればですね、それも20年とかですね、ある一定の期間で交換しなきゃいけないということで、50年にですね、おおよそかかるであろうランニングコストを、最初の時点からですね、見込みで想定をして、それをですね、まあ、50年で割り戻して、1年あたりのですね、ランニングコストというのを出します。で、これがですね、まあ、大体、この B/C の C の全てだというふうに言ったらいいと思うんですけど、ここについては、おそらく皆さん、なんとなくですね、わかりやすい話じゃないかなというふうに思います。で、問題がですね、この分子に当たる B の方なんですよ。便益。道路で10分間こう時間をですね削減できるようなルートができたら何が便益に当たるのということで、これお金金額にですね両方とも換算しなきゃいけないという話をしたんで、
したんで、10分っていう単位じゃですね、ダメなんですよね。あるいは住民の人たちがみんな喜んだとかですね、ストレスなくなったとかですね、そういった形ではですね、表されることができません。ですから、まあ、あの手この手で、まあ、金銭価値に換算すると、何歩ぐらいですね、便益、利益がですね、この工事によってもたらされたかというのを、ひねり出すと。まあ、ひねり出すという言い方が多分一番近いんじゃないかと思うんですけど、そういった形でですね、便益の方が計算されています。で、まあ、メインのところはですね、結局は削減できる時間というところなんですけど、メインじゃないところでいくと、例えば渋滞でこれストップアンドゴーがたくさんですから、バイパスでですね、一気に駆け抜けられるようになると、燃費がですね改善されて、ね、ガソリンの消費量が減ると、ガソリンがですね、これ日常何万台通るところで、消費量これだけ減ればですね、その分だけ便益としてカウントしたり、交差点がたくさんあってですね、危険な場所があって、まあ、毎年毎年年間ですね、何件かの過去の統計を見ると交通事故が発生していると。で、交通事故がですね、ここのバイパスを通すことによって何割ぐらいですね、予測として、減ることになるので、それによるですね、損害の費用とかが、まあ、便益としてプラスにですね、勘定されるというようなものもあるんですが、一番のですね、この玉というか、この便益を形作ってるのは、何と言ってもですね、時間なんですよね。時間。これは節約される時間です。で、A からですね、B まで、行くのに、朝の時間帯、夕方の時間帯ですね、この時間帯に、まあ、それぞれの車がですね、毎日毎日10分ずつ、削減、時間をですね、節約できるという計算であったら、まあ、10分ですね、10分台、日に対してですね、かけることの1日のですね、交通量、これをですね、その渋滞をしている時間帯にですね、どのくらいの車が通るのかというので、例えばここで1万台としましょうか。1万台日みたいな形でしましょうか。そうするとですね、まあ、10万分、1日あたりですね、10万分の時間が削減できますよと。で、まあ月曜日とですね、から金曜日までと、それから日曜祝日というのは、交通量に違いがありますから、まあそういったものも加味して、1年間あたりですね、まあこれ、かけることの365にはきちんとはならないんですけど、まあ何分間、時間が節約されますよという形になります。で、最終的に節約される総トータルのですね、時間というのが、50年分でですね、まあ、将来交通量が増加する予測 であればですね、今現在建設したすぐよりもですね、将来的に節約される時間の方が多くなるわけなので、そういったものも加味して、総トータルで、50年間の、節約される時間というのを何時間という形で、出しまして、それをですね、まあ、50で割り戻して1年あたりの、節約される時間ということで、計算ができます。で、その時間さえ出てしまえばですね、平均的な、まあ、そのエリアにおけるですね、まあ、ドイツであれ、日本であれですね、平均的な賃金とかですね、まあ、常識的な値っていうのを時間からお金の方に置き換えて、節約したので、その節約した時間というのは、何らかの、まあ、生産性が上がったりですね、余暇で楽しんだりとかですね、そういったところに使えるもんだから、そういったものを金銭換算して、この B というのが、弾き出されていると。いうことで、まあ、時間っていうのがお金に変わって、まあ、タイムイズマネーですよね。タイムが、時間だったりするんですけど、タイムがお金だったりするんですけど、そのお金っていうのが、時間であって、で、コストっていうのは、もろにですね、かかる、コストがありまして、これをですね、B 対 C という形にして、1.0 以上であると、まあ、プロジェクトはですね、OK という形になります。
で、今日はですね、ここまでとりあえず理解していただいて、次にですね、じゃあこれ時間というふうにして言ってるんですけど、その節約された時間ってどこに行くのというような話をですね、していきたいと思いますんで、もしよかったらですね、ご視聴していただければ、この時間をですね、どういうふうに解釈するかというところで、まあ一般的に今まで人口が増加してですね、それから右肩上がりの経済成長の時の、交通計画、あるいは都市計画の考え方と、それから今新しくですね、成熟という過程に入った時に、考えなきゃいけない場合、日本の場合特にですね、人口が減る場合に、この時間というのをどう捉えるのというような話でですね、この移動距離の短い街というのが機能するか機能しないかという話につながりますので、すごく重要なポイントなんですよね。ですので、まあ、第6回ですね、このまま引き続きですね、話をですね続けていければなというふうに思います。どうも今日も、ご視聴ありがとうございました。また次回にですね、皆さんに、お話できることを楽しみにしてます。それじゃあどうもありがとうございます。